こんにちは、チーフの三浦です。3月12日、本日のフロンティア TV を、始めます。今日は、ガンダム逆襲のシャークよりですね、ちょっと私もよくガンダムのことわかんないんですけれども、一生懸命覚えました。第2次ネオジオン構想が集結してですね、アムロとシャアが、行方不明になった日みたいですね。宇宙世紀0093年って言うんですかね、00なんとかって言うんでしょうけど、そんな日みたいです。さて、本日ですね、新着物件3件入ってきております。そちらでご紹介させていただきます。はい、ホームページツイート、3月12日が3件入ってきてますね。富士吉田市新西原 1K、 これアルバナという物件なんですけど、 ABC と並んでまして、だいたいいつもどこかが空いてどこかが決まってっていう感じでですね、なんかいつも空いてるようなイメージなんですけど、まあ新しい部屋がいつも出てるっていうのなんですね。これも空き予定が1件だけ。富士吉田市立ヶ丘 1LDK 53,000円、こちらが2013年地区の、あと綺麗な物件ですね。一つ見てみましょう。先ほど言った立ヶ丘の物件の隣にございます、アルトピアーノ、こちらの1階 2DK タイプ101号室なんで角部屋になりますね。こちらが人気物件、開く前に大体決まってしまいます。大型スーパーイツオンモアまで徒歩3分、南向きで、南がこう駐車場になってますから、まあ、遮るものがないんでですね、日当たりが非常にいいといいところですね。駐車場以外に敷地内には駐輪場、ゴミステーションなどもございます。設備、追い抱きバス、エアコン、シャンプードレッサー、テレビ、ドアホンなど充実してますね。24時間コールセンターもあるので安心です。全部屋入居中ですけれども、当社には動画ですね、また写真等も30枚弱ぐらいですかね、出てますので参考にしていただければと思います。では、本日はフロンティア TV を終了します。ご視聴ありがとうございました。